Minisan, konnichiwa. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome if you're new to the channel. I'm Joy, hope you're doing well today. Doing fine. So for today's video, I'm going to be watching Americans keep coming back to a certain item that Japanese craftsmen take for granted. So let's go ahead and check this out. Please don't forget to like the video, subscribe to my channel if you're new or yet to subscribe. So let's get right straight into the video.海外の反応。この直足袋は本当に素晴らしいよ。最近じゃ定期的に購入するほどさ。力王の旅シューズを最高に愛しているよ。このフィット感と見た目は自分がずっと探し求めていたものだったんだ。理想のものがようやく見つかったよ。確かにこの直足袋は素晴らしいんだけど、サイズ選びは慎重にした方がいいかな。自分の足のサイズプラス 0.5cm ほどの余裕があるとベストだと思うよ。あと慣れるまではつま先あたりが少し傷んだりするかもしれないけど、これはすぐに良くなるから安心して大丈夫。そうなんだよ、いつものサイズを買ったらふくらはぎの部分が微妙にサイズが合わなかった。サイズを上げるべきだったんだな。これから買う人は気をつけてね。慣れるまでは少し時間はかかるかもしれないけど、一度慣れてしまえば快適で、とても素晴らしい靴だよ。とても丈夫にできているし、滑りづらい。文句なしに星5つだね。毎日履いているよ。ウォーキングにもいいし、山登りにもいい。他のどんな靴よりいいね。アメリカでも直足袋を取り扱う店舗をもっと増やすべきだと思う。柔軟性があってグリップ力も申し分ない。この靴は高所での作業にとても適しているんだ。僕は建築関係の仕事をしているけど、この靴にはとても感動したよ。何足もリピートしてるんだ。ついさっきこの直足袋が届いて試しに履いてみてるんだけど、かなりいい感じ。結構幅広な感じで、もっと履き心地も硬いのかと思ったけど、想像以上に柔らかいね。慣れるのに少し時間はかかるかもしれないけど、今のところかなり気に入った。剣術や武道の練習の時に履くつもりで買ったよ。
この靴を履くなら靴下は履かない方がいいね。どうしても必要なら旅ソックスを履くって手もあるかな。最近この足袋を買ったんだけど、とてもハイクオリティな商品で本当に愛している。すっごい快適だし、多分また買うと思う。履き心地もいいし、何よりもかっこいいんだよ。これを履いてナルト走りした俺を止められるやつなんていないぜ。唯一の不満点があるとすれば、ふくらはぎの部分のサイズがギリギリだってことかな。もう少し余裕のあるサイズも作ってくれたらパーフェクトだと思う。ハードに使うと数ヶ月ですり減ってきちゃうから、この直足袋を 2,3 ヶ月に一度の頻度で購入してるよ。でも非常に快適だし、靴音も静かだし、すごく気に入ってる。あとこの足袋を履いていると、よく人にその靴何っていうか靴なのって聞かれる。一つ気になる点があるとすると、濡れたタイルの上とかを歩くとキュッキュッって音がするのが気になるぐらいかな。履くのに少し慣れが必要ではあるけど、他のブランドに浮気しても結局この度に戻ってきちゃうんだよね。やっぱり日本製はディテールが最高だね。俺はこの度と一緒に忍者用のレギンスと忍者スーツも買ったんだ。これで憧れの忍者になれるよ。大満足だ。自分はもともと似た形のビフラム社の靴を愛用してたんだけど、値段が高いから何か代わりになるものがないか探していた時に、この力王の直足袋に出会ったんだ。最初はビフラムに比べて耐久性とかどうかなって不安もあったんだけど、履いてみると非常に軽くて快適で、ビフラムに比べてもほとんど遜色はないね。靴底はビフラムより耐久性がちょっと劣る気もするけど、でもその分直足袋には柔軟性があるし、まあ消耗したとしてもだいぶ安いからすぐ買い替えられるし問題はないかな。僕もビフラムから力王に変えたよ。力王の方がコスパがいいって思うな。アディダスを愛用している友人にもこの直足袋をおすすめしたんだ。デザインも独特でかっこいいし、きっと気に入ると思う。以上が海外の人々の反応でした。気に入ってるとの声が多く、リピーターもたくさんついていることが分かりました。海外の人向けに少し改良するともっと人気が出そうですね。また海外では忍者のコスプレをする人にとっても必需品らしく、それだけでも結構な量の直足袋が売れているようです。日本の商品が意外なところで絶賛されているのは嬉しいことですね。さてそんな大人気の直足袋ですが、どのように生まれたかご存知ですか？一緒にその歴史を見ていきましょう。もともと日本において靴の代わりに使用されていたのはわらじ、もしくは革や厚手の木綿でできた足袋が使われていました。明治時代に入ると新たな素材としてゴムが日本に入り、明治時代後期からこれを足袋の底に縫い付けたことが直足袋の始まりです。昔ながらの縫い付け式は現在でも祭り足袋など一部に残っていますが、工程が増えコストが高くなるため、今ではゴム底を貼り付けるのが主流。その貼り付け式ゴム底足袋は足袋製造業者である石橋徳次郎氏が1923年に発明し、福岡県から販売を始め、ゴム底が滑らない波型をしていて滑りづらいと近くにあった炭鉱に働く人に大人気となり、そこから人気は全国に広がりました。石橋徳次郎氏の日本足袋という会社は今ではアサヒシューズという会社名で靴メーカーとなり、さらに徳次郎氏の弟であり日本足袋の実質的な経営者であった石橋正次郎氏がゴム製造のノウハウをタイヤ製造に生かして創業した会社が今のブリヂストンです。また直足袋は戦前の日本軍も使用していました。
革製の軍歌に比べると足をあまり保護できないというデメリットはありますが、低コストで足にフィットする、革靴履きに慣れていない当時の一般的な日本人にも馴染みやすい、足音が立ちにくいといったメリットが上回っていたからです。これを見たアメリカ軍は日本軍の直足を参考にして靴底がゴムの布製ブーツのジャングルブーツを開発して使用するようになりました。今では主に建設業に関わる人たちが愛用している直足ですが、他の分野にもその人気は広がっています。その一つが直足登山で、直足ならではの足裏に伝わる感覚がいいと静かなブームに。通常の登山靴の場合、がっちりと強固な作りで靴底も分厚くなっているため、足裏に地面の感覚が伝わりにくく、濡れていて滑る場所の判断が非常に難しいので、登山靴で滑って転ぶという事故が多く起こります。直足のメリットとしては、足裏がゴム製で薄いため地面の感覚が伝わりやすく、濡れた場所でもゴムが滑り止めの機能をしているので滑りにくく身軽に移動することが可能。直足登山は通常の直足でもできますが、裏にスパイクが装着されたさらに滑りにくいものも人気。そして登山だけではなく、足袋はランニングシューズにも活用されていて、2017年に放送されたテレビドラマ陸王に出てくるランニングシューズがまさしくそれにあたります。陸王のストーリーは、創業から100年の歴史を持つ老舗である足袋製造会社コハゼ屋が、業績の低迷で資金繰りに悩んでいたところ、足袋製造の技術力を生かし、裸足感覚を取り入れたランニングシューズの開発を思いつき、会社の存続をかけて試行錯誤を続けながらも最高のシューズを作り上げるというストーリー。このモデルになったのはキネヤタビという老舗メーカーで、40名という少ない従業員数ながらも昔ながらの手作業を守り、品質の高いタビを作り続ける、まさしく陸王を彷彿とさせる会社です。そんなキネヤタビの無敵は、伝統的な製法で仕上げた足袋に柔らかくグリップ力の高い薄さ5ミリの天然ゴムソールを縫い付けた新しいタイプの履物。無敵はソールにクッション材を入れていないため、限りなく素足感に近く、これを履いて走ると自然につま先から着地するような感じになり、人間本来の走り方を取り戻すことができるシューズとのことです。実際に履くと軽くて気持ちいい、本当に履いてないみたいと好評で、スポーツ強豪校の陸上部の練習にも取り入れられているそう。あまり直足に馴染みのなかった方も多いかもしれませんが、今では身近なところにも使われているのですね。日本に昔からある足袋ですが、その技術を使ってどんどん新しい商品に発展するような、そんな汎用性の良さも足袋の魅力かもしれません。皆さんも機会があればぜひ試してみてくださいね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。Well, interesting. I like the shoes. I think they look very comfortable. It looks smooth, soft, and it's going to be very comfortable. But the only thing is that, you know, it doesn't look like it's a safety shoes. I think that's the only disadvantage. The materials they use in making the shoes, they look very soft, they look very smooth. It's nice that people are giving the shoes high rating on Amazon. It's really nice, so it means the shoe is really comfortable. If you wear that out in a place where the shoe is not known, people are going to look at you like, oh, what is it wearing? Looking at the shoe to be weird because of the shape. You know, apart from that, it's very comfortable, it's very soft, and it just feels smooth on the leg. This is my first time seeing a shoe like that. Leave me to know what you think about this one. Thank you for watching with me, and please don't forget to subscribe to my channel.
If you are new or yet to subscribe, and I'll see you guys in the next one. Bye.